アルジェリア大使館、正門アルジェリア大使館、開館時間アルジェリア大使館、ネームプレート中日アルジェリア大使公邸は、南アザブのパキスタン大使館の近く、中日アルジェリア大使館は、アルジェリアが日本の首都東京に設置している大使館である。在東京をアルジェリア大使館とも呼ばれる。1五十二年、サンフランシスコ平和条約の発効により、日本が独立したが、 当時アルジェリアを領有していたフランスも同条約締結国のうちの一国で第二次世界大戦により途絶していた日仏関係が再開された。1958年アルジェリア人による民族自決を支持する日本が民族解放戦線の代表事務所を東京に設置することを許可して同年9月東京に民族解放戦線局党代表部が開設される。 FLN 極東代表部には、まず元アルジェ氏条約の法律家アブデラマーアンキワンが派遣され、続いて、同じく法律家のアブデルマレクベンハビレスが、自席代表として来日した。1962年7月1日、フランス領アルジェリアで独立を問う、住民投票が実施されて圧倒的多数のアルジェリア人有権者が独立を支持し、これを受けて7月3日、 創始国フランスがアルジェリアの独立を承認。7月4日には日本がアルジェリアを主権国家として承認する。1964年6月、中日アルジェリア大使館が開設された。初代中日大使は FLN 局党代表部で勤務経験のあるアブデルマレク・ベンハビレスで、1964年から1966年まで中日大使の任にあった。 2015年4月28日より、モハメット・エル・アミン・ベン・シェリフが、特命全権大使を務めている。歴代大使からは、憲法評議会議長や法務大臣を輩出している。1964年から1966年に、かけて、中日大使であったアブデルマレク・ベン・ハビレスが、憲法評議会議長や法務大臣を歴任した。ありがとうございます。